お前たちを叩きのめすのが我々の仕事だ。アルマごときがマキナにかなうとでも、少しだけ本気を出してやる。お前も相当しつけえな、青いの。体調核だろうが問題ない。火力は保証してやろう。なかなかのマキナのようだな。そこまでだ、ラインバレル。いや、木崎山勝、本物の暴力を教えてやろう。バレルが悲鳴を上げている。行くぞミスター、本物の剣術を見せてやる。本物の人の力を見せてやろう。私から見れば所詮はただの的だ。バダント、バインダー、パーチだ。遅いな。どの道逃げ場はない。終わりにしてやろう。我々の本当の敵か。対処法を思案しているなら考えるだけ無駄だぞ。バダント、バインダー、パーチだ。遅いな。どの道逃げ場はない。終わりにしてやろう。リフレクターコア展開。本気出しちゃおうかな。このままじゃ隊長に大目玉を食らっちまう。加藤機関に遠慮はしないっすよ。バレットバカだ。隊長は僕らが叩き潰す。こいつでおしまいにしてやるよ。いっけー。つくづくムカつく存在だぜ、ファクターってやつはよ。
人間になったつもりだろうけど、本当の人間の力を見せてやるっすよ。逃がさないってえの。これで行くよ、リシーブ。行くで、ナーブクラックや。ナーブクラックはこういう使い方もあるんだ。波長機関で隊長さんが来よったか。行くで、ナーブクラックや。今や。引きちぎってやる。だからっていい気になりやがって。優先が無線に勝てないかどうか試してみるか。ノーブクラック見せてやるよ、リスイーブの戦い方を。さあどんどん行くぞ。ええ、旧型にしては思ったよりやるじゃないか。おとなしく帰ってもらいましょうか。その辺のおじいさんとはわけが違うわね。ただのあるまでないのが明白ならば全力で挑むだけです。焼き切ってあげましょう。ってムカつく野郎だぜ。赤子の姿をしていようと容赦はしませんよ。テールオブキングダム、最大の出力。